この手なら。レイズ10万円10万いったよ。負けたら破産だね。エアリちゃんはコール、なんだなかなかやるじゃん。その日から僕は、パチー人ではなくなった。私立百花王学園、創立122年を迎える伝統と格式ある学園であり、政財界の有力者の子女が多数通っている。一見どこにでもあるお金持ちの学校、しかしこの学園では伝統的にあることが行われている。そう、ギャンブルだ。この学園で勉強やスポーツの成績なんて全く評価されない。必要なのは、必要なのは駆け引き独身術、ここぞという時の勝負強さ、そしてお金。だからギャンブル、将来人を使う立場になる私みたいな特別な人間だけが持てる要素。本当に勝てるわけないでしょ。ということだ。やっぱりさらにこの学園には階級制度が存在する。ギャンブルは生徒会一括して管理していて、生徒は生徒会に対して上納金を支払う。それはランキングされ100位以下だとどうなるか。それはおーケツから100位の鈴井ちげえ、はあ、そうだ、ポチだ。なんでこんなこと。朝だから気晴らし。はい、キリッはーい、よっはい、非協力傾向生徒、通称家畜。規則は絶対の学園生活にあって、生徒会に支払う上納金をサボるお荷物生徒。あまりにかわいそうだから、男ならポチ、女なら見てって呼んであげてんでしょ。ほら
ほら、こっち、こっち、こっちおいで、こっちおいで。これから、俺がイラついた時も怒らせろ。そしたら、金貸してやる。はい、上がりてぇなぞ。それともお前、学園から逃げ出す気か。もし僕が逃げ出したら、すべての責任が両親に。だよなぁ親大事だもんなぁ。あーやべぇ家畜の分際で、人間様から金もらえと思ってんのかこの学園ではギャンブルに勝つことが全て。一度家畜に落ちたら抜け出すには上納金を納めるしかない。でも金がないからそれも無理。要は家畜に落ちたら終わり、這い上がるのは不可能だ。先生、はい、よくできました。なんでストローさしてんの。すいません。紹介します。皆様はじめまして、ジャバミユメコと申します。ふつつかものですが、同級の仲間に入れていただけると幸いです。鈴井君は学級委員でしたね。ジャバミさんに学園を案内してもらえるかしら。はい、よろしくお願いいたしますね、鈴井さん。はい。学園ですね。転校してきてよかったです。勉強してるだけでいいならね。ジャバミさん、この学園ギャンブルが盛んだってことは知ってる？ええ、ユニークな校風ですよね。いい、絶対やっちゃダメだからね。遊びのギャンブルじゃないんだ。金持ちが多くて賭け金が半端じゃない。近いうち誘われると思うけど、ギャンブルなんて知らないって言ってね、ジャバミさん。絶対断って。これ、あ、いや、これはとっても楽しみですね。ジャバミさん、これからよろしくね。私、早乙女メアリ、よろしくね。ジャバミユメコと申します。同級の仲間に。早速だけど、ジャバミさん、
私とギャンブルしない？いや、ジャバミさんはギャンブルなんて。はい。ギャンブル。大歓迎です。ああ、ジャバミさんさっき僕。はい。それで何のギャンブルをいたしましょう？投票じゃんけんで、どう？投票じゃんけん。ポーチ。はい。投票じゃんけん。うちのクラスでたまにやるオリジナルのギャンブルなんだ。オリジナル？そう。じゃあルールを説明するね。投票じゃんけんは教室にいるみんなに協力してもらうギャンブルなんだ。クラスにいる30人にそれぞれグー、チョキ、パーのどれかをカードに書いて、そのカードを私たちに見えないように箱の中に入れてもらう。これが投票。あとは箱から3枚ずつカードを引いて、その中から1枚選んでじゃんけんする。アイコならもう1回、3回ともアイコなら引き分けね。ここまでがワンセット。普通のじゃんけんと違ってグーチョキパー全てが出せるとは限らない。そういう不平等なところの読み合いが面白いんだよね。楽しそう。ぜひやってみたいです。これがチップね。とりあえず120枚、レートは1枚、1万円。120万円。どうかしてる。賭け枚数はジャバミさんが決めていいから。物は試し。とりあえずやってみましょう。何枚かける？そうですね、では2枚で。2枚ね。じゃあみんな投票して。このギャンブルでグー、チョキ、パー3枚が手札に揃うことはめったにない。3枚の手札がグー2枚、パー1枚なんかに偏ることも多い。例えば手札にグーが多いってことは全体的にもグーが多いと読んでパーを出すか、相手もそう考える裏を読んで出すか、そんな不確かな読み合いのギャンブルだ。決まった？はい。合図で一緒に出してね。それじゃあ行くよ。じゃんけんポン。あ、すごい。まずはジャバミさんの一勝ね。おめでとう。ありがとうございます。これで要領は分かったでしょ？ええ。では次は、50枚で。50枚。ジャバミさん、これ1万円と一緒。ハウス。はい。間違いありません。50枚でお願いします。意外と勝負師なのね、ジャバミさん。じゃあみんな投票して。準備はいい？じゃんけんポン。あいこか。もう一枚出してね。いくよ。あいこでしょ。あら、やったー。私の勝ちね。どちらもチョキだったので、いずれにしろ負けでしたね。残念。もうこれでやめるなんて言わないでね。もちろんです。
2枚掛けで。じゃんけんポン。勝ちました。ジャバミさんの勝ちね。おめでとう。次は何枚掛ける？もう一度50枚いきましょうか。何やこんなに。面白い。さっきの負け分を取り返すつもりね。好きよそういうの。じゃあみんな投票して。行くよ。じゃんけんポン。また会えこか。ほんと気が合うね。次行くよ。あいこでしょ。やったー。あたしの勝ちね。50万円いただきます。100万マイナス。あら、どうしたのかな。もしかしてお辞儀ついちゃったのかな。まあ100万も負けてれば無理ないか。してもよろしいですか。何言ってんだよ。もう120万もこれ以上やったら。はい。もちろん大歓迎だよ。お願いします。どれ。つまり私の言いなり。今回は奴隷たちにグーとチョキでこんな感じで投票させる。残りの9人は3分の1の確率で投票するとして、こんな感じ。投票箱にパンはほとんど入ってない。私もグーを出しておけばまず負けない。で、何枚追加する？そうですね。1000枚で。1000枚って1000万円ってこと？はい。そしてそれを次のセットに全てかけます。
何言ってんの？何言ってんの？そんな勝負乗るわけないでしょ。条件があるとは伺っておりませんが。1000万も払えるのかって言ってるの。口では何とでも言える。側近でもない限り信用できないって言ってるの。鈴井さん失礼。はい。側近で1000万、これで問題はありませんね。一発の参見に1000万。バカじゃないの。いや、もうバカ通り越して、あんた頭おかしい。だからいいのではありませんか。あ、ギャンブルの本質は狂気でしょ。資本主義の世の中では金は命も同然。命を運ぶ天秤に委ねるなど正気の沙汰じゃありません。にもかかわらずカジノに人が集まるのは、命を懸ける狂気には人は快感を覚えるからです。であればギャンブルは狂っているほど面白い。さあやりましょう。どうされました？ああ、もしかしておじけづいて締め割れましたか？いいわ、やってやる。1000万の勝負。何をしたって早乙女には勝ってこない。 99% 負ける。分かりきってるはずなのに、みんなジャバメさんの迫力に飲み込まれてる。何なんだジャバメ夢子、君は一体何者なんだ。ダメだ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 、かけちゃダメだ。ジャバミ夢子。鈴井さん大げさですよ。ジャバミさん いたんですか。ええ、ずっと後ろにいたよ。君誰。それは2話のお楽しみ。絶対